キム・ニート西方寮に第一子誕生29日に女児出産不妊治療実る。お笑い芸人の木村祐一、53、の妻でタレントの西方寮、36が第一子となる女児を出産したことを30日、木村の所属事務所が発表した。29日夕方、都内の病院で誕生した、母子ともに健康という。夫妻は、新しい命を授かり、大変な喜びを感じております。今後ともお引き立てのほどをよろしくお願い申し上げます。僕に似てます、とコメントした。生後は7月、ブログで、体外受精1回で授かった、と不妊治療の経過を説明していた。二人は2012年5月に結婚、生後が幸せにしてあげるよと木村にプロポーズした。木村にとって4度目婚で、当時18歳差であったことが話題となった。